ッターでアドバイス求めてたじゃねえか。あれやれよ、とりあえず。そうだった。僕のコーチが言ってたんですが、バックの時はラケットを振るよりも、ラケットを体に引きつけることを意識した方がいいらしいです。なるほど。さあ。脇の下あたりで力を込めて、顔の前にラケットを思いっきり振るような感覚から、脇の下の呼気にはないことですね。マジレスだと少し手で打ちすぎ感がある。マジビーバー、そう、重いな。空気が揺らいでいない。自信？俺には伝わったぜ。自信を持って言ってということだな。前に突き出しすぎだと思います。さあ、自分も最近知ったのですが、バックグリップでも威力のあるスコアを振る方法があるようです。ああ、なるほど。究極のバックグリップ。下から上に振り抜いたらいい感じになるんじゃないですかね。さあ、ラケットの位置が低いため下から上でのスイングになっている。力がうまく伝わっていない。ああ、なるほどね。さあ、チャックを振るだけ。マジレスすると徐々に上り、姿勢が少し高いかもしれない。あとなんかすげえ強化に力が入ってない。なんだこれ、バックモニター。ああ、これ確かにすごい見やすいわ。よし、一発でバック注射成功。すげえな、ドリクチ。なんでやねん。正直、球が入るとフォームは何でもいいと思います。これフォアだろ。バックネームゴミのピザを食べるといいと思います。ピッとスキャンとパチンとパチンを使い分けることですね。ピッスキャンパチンパチン、魂がこもってない。よし、このラスト1本を取って優勝するぞ。さあ、よし、絶好のチャンスボールだ。そうだ、俺はあの時も。よし、タクキチ、次を決めたインターが優勝だ。いけ。あのバックハンドのせいだ。あの時は悔しかったな。しかし、同じことは二度と繰り返さない。あの時の俺とは違う。ありったけの力を全て前に込めて。